昨日午後9時半ごろ神奈川県の京急横須賀中央駅に近い商店街の裏山で高さおよそ2 0メートルにわたって土砂が崩れましたけが人はいませんでしたが土砂は防護ネットを突き破って商店街の店舗近くまで流れ込みました横須賀市によりますと当時雨は降っておらず土砂崩れの原因は分かっていません 市は安全の確認が取れるまで周辺の店に営業を見合わせるよう呼びかけています。この地域では山の斜面を補強する工事の調査を先月始めたばかりでした。